してジーターがあるみたいに。そうですね。どうもー。おお、びっくりした。すごい、さすが賞。誰からもらったバットだ。ああ、これ大丈夫です、落ちても。おい、ダメだよ。すごいな、筒香嘉智選手からもらったバットがやっぱざわついたな。本日のゲスト、改めて荒波翔さんです。よろしくお願いします。イエーイ、すごいな。マジで落ちましたね。筒香のバットがゾンって。いや、もっとなんかちょっとあれだったら、うわすいませんってなっちゃう。筒香だったんで、まあ、いいかな。ちなみに翔の筒香は何個下？5個下。そんな下なんだ。下っす。あいつ30歳ぐらいの年。え、もう 35? 僕36の年です。30? うーわ。で、それこそ松坂さんが5個上なんで、はい、松坂大輔が春夏連覇した時の中1だった。あ、そうです。もう中学校の時にめちゃくちゃ見てました。で、横浜高校行きたいと。まあ、お兄ちゃんも僕も横浜高校いたんで。そうだ、そうだ、それ聞いたことある。で、それこそ勤さんとかだとこう、まあ、可愛がってもらってたりしたんで、そうすると僕は入れ替わりで横浜高校入りました。兄と。え、どういうこと、どういうこと。勤さんのお兄ちゃんは、3校やの。僕の3校やなんで、カリさんの入れ替わりですかね、多分。じゃあ、司と一緒。あ、司さんと一緒。そう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 。はぁ。まあ、知ってる人は分かると思うんですけど、はい、司さんは僕の入れ替わりの、その松岡司は、はい、そうです、そうです。だから司は、あ、まあ、横須賀。そうだよ、ね、小学校、はい、小学校ってか、あいつが小学校に入る前から。あ、してるんですもん。そうだよ、お父さんは俺が少年野球の時のコーチだから。松岡コーチ。そうなんです。だからそれで、司さんの旬分かります。そうです。旬が僕同級生です。えぇ。そうです。じゃあ、もう横浜高校のマネージャー。あ、そうそうそう、旬、そうです。男子校だから、横浜高校は、はい、あのマネージャーが男なんですよ。まあ今は共学になりましたけど、ね、なりましたけれども、はい、じゃあ3つ上のお兄ちゃんが先に横浜高校入って、はい、その背中を追っかけて翔が入ったんだ。そうですね。だからまあ自然的に、まあ、高校選ぶっていうよりはもう親と渡辺監督とか小倉さんとかの話になって、うんうん、まあ、選んだっていうよりもう導かれて入っていったって感じですかね。はい、でも良かったですね、本当に。ちなみにその松岡司の、はい、まあ、旬とか、はい、マネージャーだった旬の、はいはい、その兄弟じゃん。そのお兄ちゃんっていうのまず3人兄弟なのよ。あ、そうなんですか。そう、旬が一番下で、次が松岡、はい、司で、まあ翔の3個上でキャプテンやってて、さら、ね、に俺の2個上で横浜高校に野球部に入ってないんだけど、はい、少年野球の時の三遊間守ってた。あ、そうなんですか。俺サーズで、上の兄と優君って人が翔とやってて、その時のコーチがその3人兄弟のお父さんで、横浜高校で野球一家なんですよ。そうだよ。なんで繋がってるかっていうと、その司とか俊とか優君のお母さんっていうのは、はい、俺のお父さんの同級生だ。あ、そうなんですか。じゃあめちゃくちゃ近いんですね。めちゃくちゃ近い。あ、そうなんですね。なんか横須賀っていうくくりじゃなくて、もうそんなのゴリゴリ。そうだね。あ、歩いて数分みたいな。え、めっちゃ狭いですね。めちゃくちゃ近いよ。だから俺からすると、司知ってんだ、俊知ってんだって。あ、じゃあその一番末っ子の松岡俊がマネージャーで、その時のそうですね、もう僕が選手でしたね。はい、甲子園も先発で俊が多分ベンチ入ってます。そうか。不思議な縁だな。そうなんですよ。だからそのお母さん、横浜高校のだから寮のさ、作ってくれてたんだ。あ、そうです。渡辺監督の娘さんと、その松岡選手のお母さんが俺たちのご飯を作ってくれてた。あ、僕らの時もそうですよ。え、そうなの。お母さんまだいましたよ。あ、一回多分抜けられたかで、旬のタイミングの時には来てたんだ。たっすね。なるほど、ね。で、僕はずっとだからそのお母さんの方にお世話になって、うんうんうん、まあ、あの監督さんの娘さんもそうです。不思議だわ。だって俺その言ってみたら、俺が卒業してだから6年後ぐらいに翔入って、俺衝撃的だったもん。だから1年生で急に夏出てきたじゃん。出ましたね。とんでもねえやつ入ってきたなと思ったもん。なんか今思うと、あ、すごかったなと思うんですけど、自分でその時もう 何か分かんなかったですけど、俺その話をしたかったんだけど、せっかくだから、はい、これってもう本当に俺の議事録というか、もう何でも思い出、はい、YouTube で、まあ、期間決めてなんとなくやろうかなっていう、野球マニアックな人たちだけにそうです、ね、ちょっと知っていただきたいんで、荒波翔君を。そうですね、もちろんあの有名で知ってる人たくさんいらっしゃると思いますけど、うん、もう高校1年でいきなり一番ですよな。そうですね、先頭バッターでセンターで、しかも強肩で足ゴリゴリ速くて、もう忘れらんねえもん。予選の時はなんか18番とかで行ってたんですよ、うん、もう1年生だから、うんうん、で甲子園の時も僕まあそんな1桁もらえると思わなかったんで、うん、でも甲子園で8番とかもらった時に、うん、自分的にはちょっと、いいのかなっていうのはやっぱり。しかもなんかセンターになんか火の出るようなライナー打ったよ。
西朝高専受験者。そう。あのセカンドショットの右側な。そうです。俺覚えてるんだろ。めちゃくちゃ、そうそう。でもめちゃくちゃ言われること多いですね、あれは。あ、そうなんだ。はい、ちょうどまあ日大三高で負けてしまった試合だったんですけど、うん、で本当負けてる時のタイムリーで、なんかめちゃくちゃいい打球言ったんですよ。それ見てたよ。俺だからそういう一人一人の打球とか全部鮮明に覚えてるのよ、ね。やっぱキャッチャーっすね。まあ、そう確かに。俺忘れらんないんだよ、俺。ああ、でもそうっすね。でも自分も覚えてますけど、自分より周りの人の方がやっぱ印象結構言われることはありますね。ショーのその、デビューの仕方っていうのはすごかったもんな。なんだこいつみたいな。そうっすか、ね、いやでもめちゃくちゃ緊張したの覚えてますけど、だから今プロも入ったんですけど、一番緊張したのがあの甲子園ってあの室内で練習してくるじゃないですか、うんうんうん、であの通路で待つじゃないですか、分かる分かる、そこめちゃくちゃ緊張しました。今でも覚えてます、こう多分あの景色を、そうですね、一塁側の方だったんで、うん、こうやってあのバックスクリーンをこうやって見るとか、待つ間はもう本当に、ね、そう心臓がバクバクしてたんで、うん、でも行ってみたら全然だったんですけど、うん、それプロ入ってもまたいろいろ緊張する場面あったんですけど、うん、あれってすごい、まあ若かったのもあるんですけど、うん、めっちゃ印象残ってます。当時横浜高校対日大三高なんてもうめちゃくちゃ、ね、そうですね、まあもう僕らの時からもう横浜の1回戦どこだったんだっけ。1回戦はどこだったかな、いや修学館とかもやったんですよ。はあ、多分結構やりましたね。あ、でも日南とかそれこそ手原さんとかの時も、おお、手原さんがすごかったなっていうのが今でもそれを覚えてるんですけど、うん、バスターっていうバントの構えした時に、うん、手原さんが138度やらせに行くんで、うんうん、クイックとか、うん、でスピードが落ちるってなって、うん、バントを構えしてバスターで打てってなって、うん、それで勝ったんですよ。さすが我が小倉部長。すごかったです。やっぱ普通投げたら、まあ、40後半は当たり前で、うん、まあ、早かったんですよ、やっぱ、うん、で塁出た時に バントの構えで、まあ、ちょっとこう早く差し行ったりするじゃないですか、うん、だからまだ高校生だし完成されてなくて、うん、38とか、うん、落ちるんですよ、めちゃくちゃ、うんうん、で、それを出たやつはもうバスターの練習めっちゃやらされて、もうバスターでバントはしなくてもうバスターで行くっつって、うん、ガーンと打って、うん、多分それで勝った。そのちょうど僕の時の1個のキャッチャーの人がそれを決めたんですけど、うん、だからそういうデータとかやる。え、その時師匠は1年生だろ。僕1年生です。もう2年生にキャッチャーの人がいたんですよ、うん、でその人が、まあ、バスター決めて、そのキャッチャーなんていうの、田中庄司さんっていう、なんか今 JR とか、まあ、プロには行けなかったんですけど、はい、その人が見事見るかって言って、うん、それで勝って、小林さんってすごいやっぱり横浜高校にも歴史はあるな、いろいろ、はい、松井秀喜さんの 5打席連続敬遠じゃないけど、やたら勝負してもらわなかったって言ったよな。渡辺監督めちゃくちゃ綺麗だろ。